はい、小郷と申します。今回私はですね、日本橋にあるカレードスコープさんにね、お邪魔しておりまして、何でも、耳の中を映像で映しながら耳掃除をしていただけるね場所ということなので、ちょっとすごく興味がありまして、ちょっとねようやく、僕ね体験できることになりました。はい、中では一体どんな施術が行われるのか早速見ていきましょう。はい、ではこれからですね、先生が来られて耳のその施術をしていただけるそうなんですけども、もう、非常に楽しみです。はい、多分寝ますこれ。はい、失礼します。髪がちょっと長くて。いい、大丈夫ですよ。皮膚がこうやって薄くなっているところがあります。はいはい、入り口付近にこう、はい、黄色く映っているのが耳垢ですね。耳垢ですね。はい、でここを奥に入ると鼓膜があります。あ、これが鼓膜なのか。そうなんです。今日はこの産毛もカットして地肌の汚れからきれいにしていきますね。はい、そんなことしていただけるんですね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今つけてるローションは耳垢をこう柔らかくする専用のローションになります。はい、耳垢っていうのが実は油汚れなので。あ、そうなんです。そうなんです。油汚れになるので、はい、乾いた綿棒とか耳かきで頑張って取ろうとしてもどうしても取りきれなかったりするんですね。あ、なるほど。すごい取れてる。はい、部屋のこの雰囲気と、あと先生のこの雰囲気でも、ね、寝ちゃいそうなんですよ。本当です。すごい癒しの空間というか。ありがとうございます。はい、耳垢って、はい、奥鼓膜なんですけど、鼓膜の方から外側に向かって動いてくることができるんですね。動くようにできてて、はい、でだから何もしなくても勝手に外に出ていくようにできてるんですよ。はい、あ、そうなんですか。で、あんまりされないっていう言う割にはこう詰まったりとかすること、はい、してないじゃないですか。あ、確かに。これちゃんとこう出ていく働きがしっかりしてるっていうことなんだと思います。なるほど、なるほど。ハサミ入りますね。はい、毛を少しカットしていきます。はい、毛の生え方も人それぞれなんですね。はい、すごいたくさん生えてる人もいれば、はい、もうほとんど生えてないっていう人もいらっしゃるんですね。あ、そうなんですか。耳大丈夫ですか。大丈夫です。なんか気持ちいい。これでようやく奥の方がしっかり見えるようになったので。はい、本当だ、めちゃくちゃすっきりした。すごい、うわ、めちゃくちゃ綺麗になった。うん、なんですよ。すげえ。ちょっとこの後奥入っていきますね。あ、はい。あ、でも子供の頃はよくお母さんとかが耳掃除してもらってたな。あ、いつからか自分でするようになったけど。大丈夫ですか。あ、今のところは全然大丈夫です。ありがとうございます。取れました。めちゃめちゃなんかべっとりついてる。うん、取れました。はあ、すごい。全然痛くないっす。あ、よかったです。はい、こういうのも結構乾いた綿棒で取ろうとすると、はい、こびりついてるので、はい、それをこうベリベリって剥がすと痛いんですよね。今こうちゃんとこう耳垢から肌、耳垢がね肌から離れてくるのを待ってからこう動かしてるんで、はい、うん、それで痛みが減る。なるほど。痛みが少なく取れます。はい、取れました。うわ、うわうわうわ取れましたね。取れ取れてる。いいのが取れました。すごいのばっかりです。レジェンドみたいな。レジェンド、うん、もうここから先が見えない人。見えない人、はい、すごい。そんなにたまるんだ。みんな たまる方はたまりますね。ちょっと それと比べたら物足りないですね、僕の。ここら辺の皮膚は毛細血管が透けるぐらいの薄さなので、こう本来の色が出てきます、ね。本当だ、ピンク色になってきてる。そうですね。これは炎症が起きてとかじゃなくて、耳垢が取れて本来の皮膚が出てきた。本来の皮膚が、うん、耳垢に、うわ、すごい、こんなピンク色なんだ。はい、こんな感じでいかがでしょうか。ありがとうございます。うん、綺麗になりましたね。めちゃめちゃ綺麗になってる。毛も切れて。そうですね。うわ、はい、お疲れ様でした。うん、綺麗になりました。はい、はい、あ、右耳も。そうですね、こっちも毛が生えているので。あー、よし。
一生このままでいいやもう。おお、取れてる。取れましたね。おお、すごい。うわ、なんかすごい、なんか大きめのが取れてる。やりましたね。はい。うわ、すごい。こんな感じ。ああ、はい。ありがとうございます。めちゃくちゃ綺麗に。めちゃめちゃ綺麗ですね。はい、ありがとうございます。すっごいすっきりした。この後マッサージに移っていきます。はい、お願いします。全身のツボが集まってるので、はい、あの耳触るだけでも、はい、足ツボみたいに全身のケアができるんです。うん、そうなんですか。あ、ちょっと気持ちよすぎる。お茶いただきます。この首から上がもう生まれ変わったもん。かわちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。すごい気持ちよかったです。よかったです、はい、ありがとうございます。2ヶ月経ったらまた来よう俺。自分であんまりやらなければまたご相談がですよね、はい、ちょっともうやらないの。耳一切掃除しないの今度から。はい、という感じでございました。ね、まあ、映像はちょっと多分あれで出すんですけど、とにかく僕が一つ出るのはもう素晴らしい時間でした。